一番見たいのは隕石とかが落ちたっていうところ、生のバスケットボールチームを見てみたいっていうのありますね、そう第2のハネムーンでアメリカに行きたい。そうですね、そうですね。Hey guys and girls, it's Cathy Cat. This time we went to Brilliant Star Decorations World Lolita Collection, which is a really cool fashion event here in Tokyo. And there, we're asking the Japanese people what their American dream is, what they always wanted to do if they could go to America. So let's go find out and ask Japanese!じゃあ、あなたの American dream は?I'd like to go abroad and next year, and I want to introduce the Japanese subculture, like the maid cafe. I want to introduce those cafe. But you would need some girls to help with the cafe. Those cafes, almost the American knows the maid cafe, the Japanese traditional, but there's a lot of cafe in Japan, so I want to more.Introduce more is my dream in America. Oh, 今英語で答えてくれる嬉しいです。More ってことは種類が他の種類をどの種類が一番アメリカで開けてみたいですか ？Butler's Cafe. I'm the man, the wearing the girl's uniform. The opposite, the girl wearing the boys.Those fashions are very, I think that is great. So we say Josou Cafe, Dansou Cafe. Like cross-dressing cafes. It's very interesting for both Japanese and the overseas people. So I want to introduce. Yes, I'm sure you guys in America would love to have those. I've been to one in Japan. They're a lot of fun. So yes, good recommendation. Thank you.はい、アメリカンサイズの大きいハンバーガー食べたいです、ハンバーガーとポテトとドリンクはやっぱりコーラかな。皆さん、今見てる皆さん、下におすすめのバーガーショップ教えてね。今書いてね。ロリータのアメリカ人のお友達が去年帰っちゃったので、アメリカに行ってその子と会うのが夢です。で、それで一緒に何したいですか？何したいだろう。でもロリータ服、彼女も好きなので、ロリータ服か着物着れたら楽しいかなとは思います。アメリカでロリータデートできたら最高です。じゃあどの場所は後ろを映ってロリータで写真撮ってもらいたいですか？どうしよう。今彼女はバーモント州にいるみたいなので、雪の綺麗なところでもいいし、でも、彼女と一緒ならどこでもいいです。とりあえずハグしたいです。よろしくお願いします。ニューヨークの女神像と同じポーズで撮る。生のバスケットボールチームを見てみたいっていうのありますね、小学校の時にミニバスとかもやってて、そう、やっぱりバスケットは好きだったんですけど、でも生の、外国人の選手さんたちってすごい身長高くてかっこいいので、ちょっと生で見たいなっていうのがありますね。グランドキャニオンでロリータ始まるよ。タテ、ジャパニーズソードアクションをやっていて、ピアノとタテの融合した舞台パフォーマンスをよくやっているんですね。なので、そういった新しい西洋の音楽と日本のジャパニーズのソードアクションを融合したような演目を上演してみたいです。じゃあ、刀のポーズ、この格好でも合いそうなポーズを教えてください。刀を持っていたら、そうだな、多分これでこう切ってるのが、じゃあやってみます。始めます。アメリカのお茶会に参加したいです。ああ、こういうロリータファッションの。そう、昨日そのアメリカのデザイナーさんの作ってらっしゃるお洋服をちょっと購入はできなかったんですけど、試着させていただいて、もうものすごい可愛くて、でこれはぜひもうアメリカに行ってこのお洋服を着てお茶会に参加するしかないと思いました。そのアメリカのブランドで拝見したものと、なんか日本のブランド、やっぱり何が違うんですか？一番大きい違いはサイズの展開がすごく多いことで、どうしても
まあ恥ずかしながらちょっとあまり体型的にかなり大きい方なので、日本のブランドさんだと可愛くてすごく着たいけれどもサイズで断念するっていうことがすごく多いんですね。なんですけど、その海外のアメリカ問わず海外のブランドさんはサイズ展開をかなり幅広くしてくださってるので、可愛いお洋服をサイズを気にせずに着れるっていうのはすごく嬉しいことですし、すごくありがたいことだなと思います。アメリカそうですね第2位のハニムーンに嫁さんそこに連れてくるいうポイントだったじゃないですか。そうだよ、第2のハニムーンでアメリカにそうですね、そうですね、3周年、10周年、20周年ってね、そうです ね、いつか行きたいね滝がありますよね、うん、え、何の滝？ナイアガラ滝、そうそう、ナイアガラの滝が を生で見てみたいです。ちょっと待ってね、アメリカの隕石とかあと広い草原とかそういうところを全て回ってみたいです。一番見たいのは、一番見たいのは隕石とかが落ちたっていうところ。あ、メタ、あ、なんで隕石にこんなに興味あるんですか？あの宇宙とか星とかがすごい好きなんです私なので隕石にすごく興味があるのでそこを見てみたいです。本番のハンバーガーを食べたいです。あの晴れてるもうなんだろう公園とかのベンチのところでみんなそのみんなが行き交ってる中むしゃって食べたいあなんかお腹それを聞いてお腹がグーグー始まっちゃった本当に聞こえる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 、めっちゃなってるにゃブリリアントキングダムのカイヤです。デザイナーをやってます。ブリリアントキングダムのバビです。それからトリプルフォーチュンのディレクターです。これまだ夢なのでこれ今後やりたいなとぜひ教えてください。言わせて、ごめん声が大きくなったね。ハロウィーンの時期にアメリカの一部ちょっとよくわからないんですけどリアルの墓地でハロウィーンの仮装ができるっていうのを聞いてます。ゴシックの格好で行ってみたい。ちょっとね日本の墓地だとちょっと怖いもんね。そうそう、逆にね、そう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 、もうあのトリコートリートがすごくやりたいんですよ。お菓子欲しい、お菓子が欲しいの。これはカティにいたずらされたいうん、俺は逆におしゃれにニューヨークの五番街とかでのなんかシャレたレストランに行ってみたい。ご飯好きだから。某ティファニーのカフェね、行ったらね、ティファニーのカフェもそうだし、うん、やっぱりそうそうそう、ニューヨークのご飯ってちょっとこうなんていうの、先進的、うん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 、だからそういうのフランスとかイギリスとかヨーロッパとはまた違う味がするので、ご飯を楽しんでみたいです。いいですね。じゃあ一番最初に頼むのは、思ったより逆に寿司とか頼んでみたいアメリカで、カリフォルニアロール、いやいや、だからニューヨークで寿司を頼んでみたい。なんか形が面白いじゃん、うん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 、ちょっとアメリカテイスト寿司。そうそう、あれあの寿司美味しいよ、うんうん、いやあれもビューティフルハーモニーじゃん、うん、そうやってねみんながね文化のキャッチボールをして、そうお互いね、お互いこう、うん、いろんなものをクリエイティブにやっていくのがいいと思うな。また家庭に会えるといいな、うん、逆に日本じゃないところで、うん、あ、ぜひ会いたい、会いたい、うん、イベント行こう。ドイツのクリスマスも行きたいもんだって。あ、ドイツのクリスマス行ってみたい。おすすめです。あれは絶対行った方がいいです。超綺麗そうじゃない、うん、ドイツの一番おすすめの時期なんです、うん、あ、行きたいね。オクトーバーフェストの時期は行きました。お、全員酔っ払ってた、うん、テーブルの上で踊ってるのは何なんですか、逆に聞きたいけど。あ、それはもう文化です。あ、文化、ビューティフルハーモニーです。ビューティフルハーモニー、オッケー。私体が大きくって日本のサイズだと洋服が小さいのでアメリカの大きくって派手な服をいっぱい買いたいです。子どもの頃から夢ですなかなか叶いません。子どもの頃から、はい、でも小さい時から身長が168センチあったんで今と同じなんですけれども、子ども服のこうキティちゃんとかの可愛い服着たいって思った時にはもうすでにサイズがなくって、ね、逆に今の方がこういうの着たいって思った時に着られるようになったのですごく嬉しいですね、うん、ってことはヒールは今日履いてるんですか？5センチぐらいちょっと、はい。あのどのファッション一番買いたいんですか？カジュアルで普段着られるんだけどその派手で楽しい気持ちになるものが、そう T シャツとかワンピースとか、うん、カットソーとか欲しいですね。派手なのですね多分ね I have actually
actually been to the USA before, and that is where I met Babi and Kaye, the designers of Triple Fortune, for the very first time. Now, my American dreams are a lot harder to do, and maybe they're even impossible. One is, I would love to go trick-or-treating on Halloween. I've never done it in my entire life. I've always admired it, so I wish I could do that. Number two is, I would love to actually have Thanksgiving dinner, like real Thanksgiving dinner with a big turkey. I only see it in movies. I really want to try and taste that turkey. Even vegan turkey, if that's a thing. I'd love to go on a dinner like that. And finally, now this is super cheesy, but I'd like to go to a prom. I've always seen prom as like really important, and you know, the guy asks the girl out, or the girl asks the guy out, and then she wears a pretty dress and she comes down the stairs, and yeah, it's probably absolutely impossible for me to be someone's prom date. But I'd love to be someone's prom date. I want to go to prom and Halloween. That's my American dream. Even though it's very, very difficult to achieve, maybe in a miraculous way, I will be able to achieve that dream sometime. I hope you enjoyed this video. We have done loads more videos around fashion and similar, so be sure to check those out. And if you're curious now about this wonderful fashion that I'm wearing, let's check out what the event is all about. Now, what actually is this event, and why is everyone dressed so fancy? Brilliant Star Decorations is the name of an event run by the designers of the Lolita fashion brand Triple Fortune, Babi and Kaye. This was the third year we could participate in this special World Lolita Collection event. Every year has a theme, and this year's theme was Beautiful Harmony, which is the name of the current area of Japan. Now, why is this event called World Lolita Collection? The designers travel to different places during the year, and at the beginning of the year, they invite those alternative fashion brands they met around the world to come to Japan and present their collections at a grand fashion show. This year, 11 international brands took part among famous Japanese brands. What makes this event so special? The fashion show is presented with song, performance, and a fancy meal in a grand location. Visitors also have the chance to buy some rare and international items there and then. The guests are always dressed their best, and I appreciate every year just how inclusive, tolerant, and friendly the atmosphere at this event is. Fashion clearly has no border. Triple Fortune are traveling to many countries again this year, so you might have a chance to meet them at your country, and be sure to say hi if you do. It was a great pleasure for us to see what Japanese and international designers are releasing this year, and we're looking forward to seeing and featuring more unique fashion styles from Japan and around the world in the future.